何がさ、あ甘い腰の話しねえけど、何がいいってさ、ちゃんとさ、そういう、本人がさ、大石さんがさ、ちゃんとほそういうところから逃げてないっていうのがすげえ一緒にいて、楽っていうかさ、居心地がいいんだよな。今までさ、なんかさ、もう本当に口悪く言うと、数字も持ってねえし、面白くねえ生の人と共演して、なおかつさ、人呼んできた俺に対するクレームが来るって意味わかんねえじゃん。 お前のコメントで埋まってやりづれんだよってさ意味わかんねえじゃん。おんぶに抱っこでごめんなさいって言われるんだったら俺もまだわかるけどあ意味わかんねえことで決められて俺モチベーションすげえ低かったの。でもさあのねイベント俺放送外でうんこちゃんのファンがじゅんちゃんのファンが3人も来てくれたんだよ。本当にありがとうって言ってくれたよおいさだってさ何千人も 来てるイベントでさノイズ3人なんて大したことないじゃんって思っちゃうじゃんでもじゃその3人を呼ぶのがどれだけ大変なことなのかって本当ありがとうって言ってくれてそういうのってさいや俺も頑張りますよってなるじゃんいやすごくないいやそれすごくないマジでいやそれがだどんだけ大変なことかっていうやっぱだから自分もそういう人を見張らわなきゃいけないんだなって ふてくされてたもん、俺。な、じゃ、だ、どうすればいいんだよ。宣伝しねえよ、みたいな感じでなるじゃん。宣伝もしねえし、はいはいじゃあみんなコメントもしないでいいですよってなっちゃうじゃん。<laughs> ならないそんなこと言われたら、俺の視聴者や、そんな安売りしたくねえじゃん。ただでさえ我慢させてる部分もあるのに。な、変な話さ、満足度だけだったらさ、ユーザー保存してるのが一番なんだから。それだけじゃ面白くねえなと思って。いや、また、じちゃん3000人くらい呼んだよ。<laughs> なっ 面白いじゃん。いろいろな人と出会いいろいろな価値観を俺は覚えていくんだよ。こうして俺は大人になった。育てられた。<laughs> いや、それはそれで面白いじゃん。なんかでもそういうのって嬉しいからな。ほんとに。やっぱ尊敬できるじゃん。そういう懐のでかい男って。 いやだから、タムタムとかも言ってくれんだよ。あんだけ叩かれてごめんねって言ってもいいや。そんな自分のことを知らない人に見てもらえることがどんだけありがたいことかっつって、今度メンバー全員連れて、ここで修行させますよとかさ、言ってくれるわけ嘘でも言ってくれるのってありがたいじゃん。そういう人たちとは仲良くしたいなって思うね。だガチャガチャ言ってくれるやつはもうこっちから願い下げって思っちゃうわ。だからみんなも嫌でしょそんな奴らにコメント打つの嫌じゃない 願い下げだよな。せっかくだからさ。なんか、そういうやつら嫌だよな。タバコ吸うわ。